はい、どうもミスター X でございます。ミスター X の宇宙探訪、はい、今日これから始めさせていただきます。前回は、信濃大町の潮の満ちのお話をしました。今日はその続きですね。信濃大町にある登山博物館、こちらの方を見てまいりたいと思います。それでは皆さんよろしくお願いします。まずはですね、潮の満ちからおそらくそんな離れない、1キロも離れてないんじゃないですかね、登山博物館の方に歩いていきます。まあ、途中ね、こんな感じの川を2つ越えていくんですけど、やっぱりね、天気がよろしくなくてちょっと残念ですね。これ天気が綺麗だったらものすごくね、景色がすごい綺麗なんですけど、ちょっと残念でした。で、歩いていくと見えてきたのはハッピードリンクショップ、ハッピードリンクショップですね。おそらくこれ山梨とか長野とかの人以外はみんな知らないと思うんですね。関東にもなくて、どうもこの2県でしかこれほとんど見たことないんですよね。結構な確率で道沿いにこの自販機が大量に置いてあるんですよ。これね、僕みたいにこのほぼほぼ歩きで移動するとかいう人だと、この存在非常にありがたいんですよね。結構僕これに助けられてるんですよ。まあ普段みんな車とかねで移動してるんで、あんまり使うことないと思うんですけど、こういうね、おそらくニュアンス的にはこの昔の人の、まあ、旅人、その一里ごとにね、駅があって、駅って今での駅じゃないですよ、ちょっとした休憩所があって、そこで一息つける、まあそういうノリで作られてるんじゃないのかなって僕は思ってますけど、どうなんでしょうかね。なんか単純に自販機置いてるでも別にそれはそれで構わないんですけど、僕はそう思うようにしております。なのでね、ちょっと旅行しててハッピードリンクショップが見えてくると、あー旅に来たなと、あー長野信州に来たなってね、思うんですよ。結構僕ね、この自販機見るとテンション上がってくるんですよね。ああ旅行してるって気分になるんでね、好きです。はい、出てきましたね。これ看板なんですけど、中部北陸自然歩道の案内板ですね。あとまあ300メートルで大町山岳博物館ですね。で、片や手前の方ずっとまっすぐと、23キロ先に、有明山神社ですねがあります。この道の説明がですね、西名文化の里を歩く道という題名のこの 23.5 キロの道のりになりますね。まあ、ここら辺西名っていう言われる土地なんですけど、信濃大町から、安住靴掛駅を抜けて、千尋美術館、よく童話とかの表紙を書いてる人で見れば多分わかると思います。ああ、この人千尋って言うんだっていうね。この千尋さんのこの美術館がね、この、まあなんですかね、この西名というか、縦品っていうのが言っちゃうかな、西名かな、にあるんですね。僕も何度か行ったことあるんですけど、綺麗な博物館でね、のんびりできるスペースもあって、朝とかね、天気のいい日に行くと、すごい気持ちいいところなんですよ。まあ、ついでにね、帰りに大王わさび園とか行ってね、わさびを買って帰ると、なかなかいい休日になるんじゃないかなと思うところです。で、そこを経由して終点が有明山神社までですね。この 23.5 キロの道が、この中部自然歩道の西名文化の里を歩く道というところになります。
300メーターなんでね、もう、登山博物館にはほぼほぼついてるんですけど、まあ、ここの入り口にあった石碑をちょっと写真ですね。これ何かっていうと、これなんだろうな。大町市に住んでいた、朝鮮人。過去600人ですね、まあ、朝鮮人ですので朝鮮民主主義人民共和国、要は北朝鮮の方々ですね、まあ、ちょっと今これ今で言うと差別用語とか言われちゃうのかどうかわかんないですけど、まあ、石碑にそう書いてあるんでそのまま読み上げただけです。はい、まあ、そういった方がここから何らかの理由で帰られた、1960年だから1960年って45年が終戦ですよね。あれ朝鮮戦争の絡みですかね。でまあ帰る時に日本との、まあ、平和を記念して桜の木を植えていったよっていうようなお話でございます。私は特にね、その人種がどうのこうの歴史がどうのこうのとかって思わないので、こういったことはこの地域の正しい歴史、行われた歴史、実際にあったことなんで、僕は正直にこれは伝えてまいります。で、次の看板が、その桜の木がどうなってしまったかっていうのが書かれております。まあ、戦後の時期なので、木の需要があって取られてしまったのか、もしくは、ねえ、っていうところなのかな、わかんないんですけど、今生きてたらね、樹齢樹齢60年うんかな、うん、のなかなかいい巨木になってたんじゃないですかね。残念ですね。残念っていうのもないか、まあその地域その地域でね、必要に応じて必要なことが行われてるってことがあると思うので、当然伐採するべき理由があったんでしょう、そこには。はい、到着しました。長野県山岳総合センター。海抜766メートル。あれですね、最初に登った岩村城と大体同じぐらいの高さですね。建物の前に花が咲いてたんで、ちょっと撮ってみました。花の名前はわかんないです。勝負は白くないか。なんだろうな。わかんないです。はい。で、建物の前に、入り口の前にどっしりと、なぜか石じゃねえ、犬の銅像があったんで、撮っときました。なんだろうこれ。何の理由があるんだろう。入ってまず最初にあった説明書きが、近世以前の山と人というところで、人と山の関わり合いについて書かれておりました。まあもともと山っていうのは人にとってみれば神様のおわすところというところで、基本的には山岳信仰ですね。山岳信仰の場であり、基本的には修験者っていうね、方々によって登頂されていたということが書いてあります。で、加賀藩って、今でいう金沢県ですね。金沢県が昔の加賀藩なんですけど、南は北アルプスがありますので、サラサラ越えっていうのが、なんだっけ、雑談の方でやりましたけど、笹成政のサラサラ越えですね。立山を、石城を作って、ガードするんですよ。あそこも。やっぱり、山越えするやつなんてほとんどいないだろうとは思うものの、実績としてあるわけですから、藩としてはそこに石城を置いて、守っていたということはありました。まあ、ちょっと感は旧大。書いてあるところですね。701年から立山改山。改山っていうのは立山信仰が始まった時ですね。
はい、そこから、歴史が書いてあります。書いてありますね。笹のありまさ、冬の北アルプスを越えるって書いてありますね。はい。で、加賀藩主の前田利常が、まあ、山回り役制度を発足させるって書いてあるんで、まあ、関所のことですね。うん、書いてありますね。はい。もう次の写真はちょっとブレッブレで、本当申し訳ないんですけど、北アルプスの山小屋ですね。昭和20年代の大沢小屋をモデルにした建物であります。はい、ここですね。まあ、こんな感じで板張りのところにみんなね、ごろ寝していて、ここを拠点として山を登っていたと。うん、寝るところと反対側にはいろりがあって、そこでお湯を沸かせていたと。まあそんな感じのところですね。うん。やっぱり面白いな、これな。はい。で、これが当時はね、多分昭和、その登山がブームになった時期の、装備品ですね。はい。このポリタンク、僕も使ってたんで、非常に懐かしいです。はい。で、これはその当時の、その山登った時に、お土産でもらってきたワッペンとかね、あとは岩間に打ち込むペグとか、まあ、そういったものが展示されております。で、これが登山の装備ですね。服装の変遷です。左の方から農作業的なところからね、どん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 バージョンアップして左の右の方に進んでいくと。ちなみに僕の持ってる装備は、右から2番目の時代の装備です。もう本格的な登山なんてやってないんでね。古いです。で、背後にあるこのリュックサックみたいなやつ。まあこれがキスリングっていうザックなんですね。これ、普通のザックと、まあ普通のザックというか、ナップザックというか背負うね、あるとは違って、ものすごくたくさん物が入るんですよ。ものすごくたくさん物が入るんですけど、これうまいことね、物の配置を考えてやっていかないと重心がぶれちゃうので、登っててね、バランス崩したりしちゃうんですね。これ面白いもんでね、重さは同じです。どこに何を入れようと重さは同じなんですけど、重心をいかにどこに配置するかによって全然疲れなくなったり、逆に変な位置に物を置いちゃうとめちゃくちゃ疲れるんですよ。っていうのがキスリングっていうね、ザックの特徴です。で、これが登山靴の移り変わりですね。はい、これもやっぱり左の方からどんどん新しくなっていくですね。まあ僕が持ってるのはこのプラスチック靴なんですけど、今だともうちょっとライトなものになってんじゃないですかね。ここ数年の登山用具の進化は目まぐるしいものがあるので、面白いですよね。アメリカの NASA で開発されてた素材がそのまま民生に降りてくるんですけど、宇宙用に開発される、もしくは軍事用に開発される、それが民生に移ってくる前に、今結構ね、そこそこやっぱ高いんで、まずはこういう局地的なことをやりたい人たちの装備にまず適用されるんですよ。で、さらにこなれてくるとそれが安くなって民生品になってくるっていうのね。まあ、民生品になる前に登山用品が先取りして行ってるっていうところもあると思うんですけど、結構ね、山っちゅうのはやっぱり命に関わるもんなんで、この手のね、洗っ手の素材っていうのは結構優先的に手を伸ばしていっていますね。面白いですよ。で、この案内書きがですね、エベレスト登山をめぐる困難な問題というところで、まあいろいろと書いてあります。一般人にしてみれば全くもってどうでもいいじゃないかって思うことがいろいろ書いてあるんですけど、山登りする人たちにはね、これがものすごくこだわるところなんですよ。要は自分の力で、自分の力だけでどこまで行けるか、どんな過酷な状況を乗り越えられるかっていうのが
やっぱり登山家の人たちなんですね。単純に行った登ったわーいじゃないんですよ。俺はこういうルートを、人が誰も通ったことないルートを自分で行って開拓して一人で登ったぞっていうのがやっぱ名誉なんですよね。はい。なので、まあ僕はそこまで本気な登山はしてないので、しなかったのでないんですけど、やっぱりね、このやってる人たちっていうのはここものすごくこだわるんですよ。うん。ねえ、この酸素ボンベを使うか使わないか、ポーラーメソッド、局地法と、なんだっけな、まあ局地法では、みんなで登っていく、荷物を少しずつ少しずつ少し上げて登っていくスタイル。それに対するアルパインスタイル。一人で荷物も自分で持ち上げて、本当に人の自分の力だけで単独で登っていくっていうのがね、あるんですよ。まあね、まあね、まあね、いろいろとありますよね、これね。はい。いろいろと思うところありますが、またそれはまた次回にします。で、こちらが登山関連の、手記とか、本とかまとめたやつですね。っていうのが、ここに飾ってありました。僕が夏休みとか、よく、九州の大分県にある、長井温泉っていうところによく行くんですね。で、ここにある宿の、ちょっとあるんですけど、登山の本しか集めてない、図書館があるんですよ。このね、森の中にあってね、洋風の建物で、ものすごく落ち着いた環境でね、本が読めるんでね、いいですよ。一週間ぐらい休み取って、二、三日ね、そこで過ごすんですけど、その中でも一日ぐらいはそこで本を読んだりとかね、まあ雨とか降っちゃうとどこも行きたくなくなるんで、ずっと本読んでたりとかね、するんですけど、いいところですね。この山の本って、やっぱり先ほど言ったそのアルパインスタイルは何やらっていう、ね、普通の人が目もくれないようなものに対して熱意を燃やして、いろんな困難に対して立ち向かってきた人たちの本なので、実に面白いですよ。最近だと漫画であるガクとかね、ものすごく面白いですよね。一巻に一回は泣いちゃうところがあるんで、僕はあんま読み返さないですけど、グッとくるものがありますよね。はい。で、これがフォッサマグナの出来方。要は北アルプスがどうできたかというお話ですね。まあ、これはですね、また別の機会にやりたいと思います。この手の資料館をちょこちょこ行ってるので、その時にまたお話しますよ。これは。で、こちらが、ちょっとね、これなんだろうな。ちょっとも、ちょっとね、案内の、あれがちょっと読めないんで、わかんないですけど、なんか発掘された古代の木ですね、これは。まあそうだろうな。石炭になる全然前の途中に埋まってた木ですね。で、フロアが変わって2階に行きました。2階はちょっとね、こういう山岳生物の展示で剥製があったんで、ちょっと撮ってみました。そうですね。もうちょっと全体的に写真撮っとけばよかったなと思うんですけど、ちょっともったいないな。はい。で、これがライチョウですね。立山。この北アルプスには存在、生息していない鳥ですね。なんかこれが立山のライチョウと、北アルプスのライチョウと、八ヶ岳周辺のライチョウで、種類違うらしいんですよ。なので、今絶滅危惧種になってるのかな。そういうこともありますので、皆さん山で見たとしても、決して捕まえないようにしてください。まあ、捕まえられないけど、まあ、高山植物ね、取ったりとかしちゃうと、食べるもなくなるんでね、まあ、勘弁してくださいっていう話ですな。はい。で、外の天気でございます。
まあ、相変わらず天気悪いっすね。で、天気が悪いと僕はこのハイダイナミックレンジで撮りたくなってくるんですけど、これね、雲があるとね、いい感じに味が出るんですよ。こんな感じになるんですね。ハイダイナミックレンジって人間の目で見た景色に近いと言われるのが、この色が鮮やかになるじゃないですか。写真だとどうしても、ホワイトバランスのせいなのかな？どこで色を取るか、明かりを取るかで、ちょっと全体的に色が変わっちゃうので、全体的に暗くなっちゃうんですよ。でも、このハイダイナミックレンジ HDR 処理しておくと、色もね、際立って、人間の目で見た色に近い写真になるっていうのが、まあ、面白いですよね。綺麗ですね。はい。晴れてればここから見える山の数々なんですけど、むちゃくちゃあります。この中でも僕が行ったことあるのは八方尾根しかないので、ね、あれなんですけど、僕が 地質的に初めて面白いな、美しいなと思ったのが、この八方尾根に行った時なんですね。五竜だったかな？五竜か八方尾根かもう覚えてないですけど、ここに行った時なんですよ。ここの山頂から見た時の、山頂から見るので、東側を見た時ですね。山が、屏風みたいに、ザーッとね、なってて、もう一直線なんですよね。このフォッサマグナっていうこの溝対して、この自分のいるこの西側の山と東側の山の、これが屏風のようにね、さーっとね、一直線になってるんですよ。これを見た時に、これはすごいなと。当時のこの見た景色っていうのは未だに忘れられないですもんね。それからですよ。そういう地質。まあ、当時はね、高校生だったんで、そんな専門的な道のこうのっていうのは興味なかったんですけど、やっぱ大人になってからですね、あの景色っていうのはどうやったらできるんだろうっていうのが、やっぱりいろいろと調べ始めた原動力ですよね。この写真ね、いっぺんまた撮りに行きたいんですけどね、なかなかちょっと機会がなくて行けてないです。山登らないといけないんでね、ちょっと、ね、山登るのに今もう自信がないんでね、ちょっとコンディション万端にしてからそのうち行きたいなと思います。晴れてればこんな風に見えますっていうのと、何十年か前の写真ですね。昔はこんな景色でしたというのがここに書いてあります。ね、今のカメラと昔のカメラで、サイズが違うんでね、ちょっと大きさが、縮尺が分かんないですけど、まあ、こんなもんらしいです。で、山岳博物館はこれで終わりで、併設されてるちょっとした動物園がありましたんで、そこの写真を、紹介していきます。まずは、ホンドギツネですね。この檻の柵のところによっかかって寝てました。で、これが、なんかがいるんですけど、よくわからありませんでしたと。まあ、だったらそんな写真出すなんてのもあるんですけど、まあ一応ね、まあこんなもん見ましたっていうところで。で、まあこの時期ですね、桜も咲き始めてて、まあ標高ちょっと高いんでね、あれなんですけど、まあこの桜と、このこうね、動物園っていうのが、いい組み合わせですね。はい。で、これが、ニホンカモシカですね。ニホンカモシカ。ここにはいないんですけど、後で出てきます。はい。で、ここにいるのかなと思って僕は見てたんですけど、いなかったんですよね。でもこれ、なんか裏から、この山に行けるんですよ。どうもそっちの方にいたみたいですね。はい。で、鳥です。何の鳥かは、わかんなかったです。鳥です。
鳥です。これも鳥。これが、ミミズグかな。日本で2番目に、小さいサイズのミミズグみたいですね。はい。これが超、まあ、これです。これがそうです。超原棒という鳥ですね。全然違いましたね。ワシタカモク、ハヤブサか。ハヤブサなんですね。これ自身ですね。2番目の大きさっていうのは、オオコノハズク、オオコノハズク、フクロウモク、フクロウ科。このね、左の方の木のところにちょっといるんですけど、で、こっちがちょっと外で飼われてたところにいた、これウサギですかね。ウサギがおりましたので、撮ってみました。で、画面真ん中の方にいるのが、ニホンカモシカですね。まあこの前日にもっと近場で僕は見てるので、そんなにテンション上がんなかったんでしょうね、きっとね。望遠レンズも持ってたんですけど、望遠でも撮ってないってことは、そんなにテンション上がんなかったってことですね。はい。とりあえずここに何匹かいて、これ面白いですよね。この坂のところもだん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 なってて、山を再現してるんですね。はい。で、こちらホンドタヌキです。このタヌキって日本にしか生息してないみたいなんですよね、これね。なんで、海外の人から見ると、なんだこの生き物はってなるみたいです。はい。で、こちらがハクビシン。SARS の原因ってこいつを食ったからじゃねえのっていう話があったのを覚えてて、写真を撮りました。まあ、イタチですよね、イタチ。こっちもそうですね、ハクビシン。山でもね、やっぱ鉱山行くと、いるんですよ。この手の生き物。うん、昔中国の山登った時にも、イタチいましたね。ハクビシンかどうかわかんないですけど。で、これ面白いからね、写真撮ったんですけどね。野生のキジがいるんで、気にすんなと。逃げ出したわけじゃないから、そのままにしといてね、という案内です。面白いですね。はい。で、時間が過ぎて、だいたい多分1時回ったぐらいかな。ですけど、ちょっとまだ曇りが晴れてないんですが、これはこれでね、いいですよね。はい。これから街、駅に向かって歩いていきます。で、歩いてる途中見つけた、昔の蔵ですね。ね、こういう蔵見ると中に何が入ってるのかってね、ちょっとドキドキですよね。面白そうです。で、張り紙をちょっと見つけました。オーマピョン。オーマピョンです。さっき調べてみたら、まだリストラされてませんでした。まだ現役です。で、駅前食堂のちいちゃん、こちらでご飯をいただきました。ね、結構ご飯食べられないことが多いので、これはタイミング良かったですね。はい、カレーでございます。僕いつもね、旅行中はカレー率高いんですよ。なんでかっていうと、腹持ちいいんですよね。エネルギーにもなるし、お腹空かないし。なんで、カレー食べることが多いです。旅の始まりはいつもカレーってね、僕よく言ってるんですけど。これ、大糸線の枕木で作った花壇です。はい。面白いんで撮っときました。あと、長野と言ったら、やっぱり、おやき。おやきですね。小麦粉、日本で一番消費してるのって、長野なんですよね。意外なんですけど、大焼き率がものすごく高いんでしょうね。僕も結構好きです。この、高菜の山菜。野沢菜の大焼きですね。食べると、歯の間に、歯の間に野沢菜が引っかかるやつ。あれ、面白いね。どこで食ってもあれ歯に引っかかるからね。好きなんですよ。おやきね。いいですね。
井出駅前になんか展示してあったんで見てみたいな、まあ見てみたんですけど、その中にあったのがサラサラ声、あれですね、先ほどもちょっと説明しましたけど、笹成政がね、あの徳川家康にあの一緒に戦おうぜって言ったけど、おう何言ってんの、俺は やんねえよって剣もほろろに断れてしまった時のお話が書いてありました。で、これが泉小太郎っていう伝説ですね。これなんか日本昔話のオープニングの話ですよね、これね。あの、母ちゃんが竜になってどうのこうのっていうやつですね。あとはこれは蓼科七面。ここら辺のお祭りですね。あの、みんなあのマスクをつけて踊ってるっていうね。ちょっとすいません。全然情報不足です。はい。で、こちらサラサラ声したときに、神宮寺から持ってきたって書いてあるので、これ、足倉寺でしょうね。足倉寺に祀られてた山姥様を、祈願するために、このサラサラ声成功しますようにっていうので、信濃大町まで持ってきたという伝説のお話です。まあ、こういうのがあるから、やっぱ僕やったと思うんですよね。はい。どうなんでしょうかね。ちょっと、いいっすよね。足倉寺にあるものは山挟んで大町にある。あ、もうこれ十分ローマンのある話ですよ。素晴らしいです。行きの方では全然見れなかったんですけど、ネパールフェア。これネパールの織物がちょっと売ってるんでしょうかね。ちょっとね、僕今ネパール関連で欲しいのがね、ネパールの金剛輪、金剛輪って言ってもわかんないですね。ベルですね、ベル。リンリンリンって鳴らすベル。これを棒で、この周りの外周部をスル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 ってやると、ものすごく凄まじい周波数の音が出るんですよ。まあ、これのね、8番お椀版がシンキングボールとかいうので今ね、そのスピリチュアルな界隈では有名ですけど、それじゃなくてね、あれすげえやりづらいんでね、僕ベルの鈴版のそれが欲しいんですよね。昔ね、ネパール行った時買ってきた気がするんですけど、もう何分ね、ずいぶん昔の話なんで、もうなくなっちゃったんですよね。これがちょっと欲しくてね、どっで手に入んねえかなーって、ちょっと悩んでんですよ。ということで信濃大町をこれから出ます。ちょっとね、もうちょっとね、やっぱね、面白いんですよ。もう時間がなくてね、ほんと1日1町ぐらいのノリでやりたいんですけどね、まあそうも言ってらんないんで、回数で稼ぐしかないです。はい、というところで480円払って、今だったらもう500円超えてるでしょうね。豊品ですね、豊品に向かいます。これさっき枕木の話があったんで撮りましたけど、まだ木製ですね。もう今多分どこもコンクリですよね。なんでもう木の枕木なんてほとんど見ないんでしょう。というところで豊品に着きました。このね、長野ってね、北長野、長野の北って、品が多いんですよね。秋品、豊品、蓼科。これ、なんでだろうな、ちょっと調べたんですよね。要は、この品の木っていうのが、至るところに生えてるから、それで、品がついてるみたいです。品のっていうのも、品ののっていうのが、昔の言葉だったみたいですね。なので、品があるところっていうのが、品のっていう話でした。そして、いつもの駅前の看板です。当時はね、写真撮るだけでログに見てなかったんですけど、よくよく見るとこれ、郷土博物館ってあるんですよね。なぜ当時俺は行かなかったのかと、自分を責めたいですね。はい。ちょっと、行きたいな。はい、というところで、これがちょっと広域ですね。これ広域図なんですけど、
ここら辺はね、非常に面白いものがたくさんありまして、まあ、先ほどの千尋美術館をはじめ、大王わさび園がありますよね。あとはですね、この穂高、隣の隣に穂高駅ってあるじゃないですか。これ穂高ってところに穂高神社あるんですね。で、穂高神社って何が面白いかって、こんな山の中なのに海の神様祀ってるんですよ。なんでってね、実に気になりますよね。もともと海だからっつっても、人類がここに来た時にはもうすでに陸地で山の中だったんで、ねえ、なんでこんなところに海の神様を祀られてんだろうって、結構僕昔からね疑問だったんですよ。で、これが、安曇野市豊科観光案内というところで、まあさらさら見ておりましたが、今見てみるとね、非常に惹かれる文言があるんですよ。画面真ん中のあたりにある、寝台文字碑。寝台文字ですよ。神の世の文字ですよ。この日本に、カタカナ、ひらがな、漢字以外の文字が存在しているというこの事実。これ、すごくないですかね。いつのどこの字だよっていう。ちょっとね、僕はね、こういう存在があるってことを知ってはいるので、行く先でね、そういうのあったらちょっと調べるようにはしてるんですよ。なんですけど、この当時はあんまり僕気にもしてなかったんですけど、今見てみるとこういうものがあるっていうことが分かったので、ちょっといずれは行きたいですね。前に下関の方にヒエログリフっていうのは、その古代の文字ですね、象形文字、メソポタミアので使われてた文字かな、その文字が書かれてた岩があるっていうんでね、行ってみたんですけど、なんかお寺にあるんですが、お寺じゃ神社か、全然わからなかったっす。はい、どこにどんな文字が書かれてるか全然わからなかったんでね、ちょっともっとわかりやすいものがあればね、ちょっと見てみたいんですよね。まあというのがあって、この日本っていうのは、まあちょっとこれはオカルト、まあ話にはなっちゃうと思うんですけど、ね、僕らがその教わってきたものっていうのは、果たしてどこまで本当なんですかねっていうのは、常々疑問を持っといた方がいいですよね。ここで歩いて10分15分かな、この日の宿、四山荘に着きました。調べてみたらまだ経営されてたんで、胸をなで下ろしてました。結構ね、街中に、住宅街にあって、こういうね、洋風の建物で、なかなか風情があっていいところでした。で、朝食付きでいくらだったかな？結構そこそこしたような気もするな。はい。結構登山とかここを拠点にしたりするらしくて、このねホテルのおっちゃんも山行くよーとは言ってましたね。で、こちらが墓場の手前にあった、なぜやと思ったんですけど、釜江の墓屋敷跡、何って話なんですけど、これ釜江ってここお寺さんだったんですね。このお寺さんの堀なんですよ。要は寺っていうのもやっぱりちょっと前のところの話しましたけど、本能寺の変の話しましたよね。本能寺って寺なんですけど、当時で言っても寺っていうのは軍事施設なんですよ。攻防、戦ができるところだったんですね。なんでここもやっぱり同じですと。敵に備えることの堀がここにあったと。要は寺っていうのは軍事施設だったというところのお話です。で、この日の夕飯ですね、かっぱ寿司でございます。地
東京以外のところに行ったんだから、その地方のうまいもん食えばいいじゃんと思うんですけど、僕はこの日見ての通り電車移動だったんで、そんなもの、そんなもん食いに行くこともできなかったんで、これで手頃に済ましちゃったと。ちょっと悲しいですけどね。まあこれはこれでっていうところです。でホテルに戻ります。でホテルから見た夕方の山ですね。これいいっすよね。この山に雲がかかって、その雲の間から見える光、このね、夕方特有のこの雲の雲の間から漏れる木漏れ日、これがね僕大好きなんですよ。想像もしないような美しい景色を見せてくれるんでね、僕は好きですね。これ雲の間から見えた山です。やっぱいいですね。山なんだろうな、この普段からずっと山を見てる人からしてみればただの山だとは思うとは思うんですけどで僕みたいにちょっと東京でずっと暮らしてると、山というのはやっぱり特殊なんですよね。普段見ることのないものなので、やっぱりこの山の表情っていうのは常に変わっていくじゃないですか。この一瞬の見えるね、美しさっていうのが見れるっていうのは、僕は非常に幸せだと思っております。以上で、信濃大町の旅は終わりです。これから明日は上高地の方に向かいます。はい、いかがだったでしょうか。信濃大町、潮の満ち資料館から矢部佐部資料館行った後に、山岳博物館ですね、こちらを行って街中を見て終了でございます。やっぱりね、この信濃、この信州っていうところは昔から歴史のあるところですね。で、他の地域にはない特殊なその文化っていうものを僕は感じるんですよ。関東でもない、関西でもない独特の文化がそこには僕はあったんじゃないかなと思います。それは出土する土器ですね。この北陸方面、まあざっくり北陸ですよ。この文化的にこの日本海から侵入してくる文化、このね、信濃の諏訪、あとはこの新潟あたりの文化っていうのが非常にやっぱりね、特色が豊かなんですよ。というのはこの水煙式土器、水の煙の土器ですとか、新潟でね局所的に流行ってた火炎式土器、炎のね揺らぎをデザインした土器とかですね。で、あとはこの糸魚川の翡翠ですね。このデザインがものすごく特徴的なんですよ、この辺りの昔から出土するものって。埴輪とかってあるじゃないですか。あんな埴輪みたいにいい加減な造形のものではなくて、土偶とかこの土器ってここら辺で取れて、こっから北ですねの方で取れるものっていうのは非常にデザインがね秀逸なものが多くて、これはやっぱり僕は違った文化圏がここにあったんじゃないかな、その違う文化圏の始まりがここら辺からスタートしてたんじゃないかなと僕は思ってます。学術的研究とかしてるわけじゃないんで、これはもう僕の感想ですよ、直感ですよ、なんですけど、そういったことがやっぱり特徴的なので、非常に僕はここら辺に興味を持っています。非常に惹かれるものがあると思ってます。今後もね、ちょっとそういうことも合わせながら、いろいろこの旅のチャンネルをね進めていきたいと思いますので、これからもどうかよろしくお願いいたします。それではミスター X の宇宙探訪、今回から名前を変えております。どうか今後もよろしくお願いいたします。それではまた。